きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、14話目です。はい、やっとこのシリーズ終わります。終わりだね。はい、14話もやってきたんだね。はい、ということでね、今日はパリーグの選手をね、はい、だからね、前回の動画でも言いましたけど、いらないとかいうネガティブなコメントはやめてください、はい、ポジティブなね、こっちのチームの方がフィットするんちゃうかとかね、そうですね、っていうコメントはいいですけどね、はい、はい、まあ、どの選手、この選手はどこのチームに行ったらまあフィットするんじゃないかっていうのをね、そうだね、考えて、うん、はい、まずはロッテから、はい、井上誠也、はい、ね、移籍先決まりました、はいはい、はい、妄想ですけど、はい、パラレルワールドです。DeNA か広島です。おー、セ・リーグに、うん、やっぱりまあ、ファーストも DeNA いないもんね。カチッと外が2軍落ちたっていうのもあるし、はい、あとまあ代打、右の代打っていうところで一発ある、はい、左はね、楠本とかいるけど、右っていうところで、あと広島、はい、広島は代打の右、堂林とかね、いるけども、まあマクブルーム、あとデビッドソンもやっとちょっと打ち出したけどね、はい、ちょっと外国人不発になる時あるから、その時のための補強というところで、はい、しかも井上って多分広島じゃん、そういや、あ、出身が広島なんですか。ほら、広島じゃん、出身地、おな、総督だからいいや、はい、ちょうどちょうどよかった、ね、うん、カープ、あ、本当だ、広島市出身だ、うん、で続いてね、平沢、はい、平沢はね、ドラゴンズ、ドラゴンズ、立浪さんにバシッと、はい、おお、厳しそうで、だってもう2軍でも打ってるからね、うん、でショートもそんな、まあ、リュウフとかね、いるけど、パチッと埋まったわけじゃないじゃん、はい、っていうところで平沢、うん、一時ね、ドラゴンズが平沢欲しいっていう噂もあったから、うん、そうです、あと楽天、はい、地元に帰って、おお、でもイースタンで僕打ってるからね、いや、そうなんです、3割以上打ったりするしてますもんね、うん、うん、そういうところでセ・リーグ、中日、うん、あとはまあね、ヤクルトもいいかも、ちょっと今長岡苦戦してるし、はい、竹岡で平沢、あ、その後もしかしたらハマれる可能性ありますね。そうそう、で外野も守れるしね、うん、だから平沢、ヤクルトでもいいね、平沢ね、行き先ありますね、佐々木千早、はい、楽天、おっ、あー、でもいい経験値のあるリリーフで、うん、先発リリーフどっちでもいけるからね、あ、めっちゃいいかもしれない、空いた方にね、はい、若干サイド気味で、うん、あと阪神、だって阪神も佐々木千早ドラフト行くんちゃうかって言われてたから、はい、行かないで大山行ったんだもんね、うん、うん、ってみんな言ってたけど、まあ、大山良かったやろっていう金本さんのな、はい、うん、ナイスチョイスで、はい、佐々木投手欲しいところいっぱいありそうだな、うん、で前も後ろもできるからね、はい、そういったところでは楽天阪神ワンチャン面白いんちゃうか、うんうん、であと鈴木中村、はい、こう左投手、うん、ヤクルト、おヤクルトやっぱ左おらへんから、そうですね、うん、石川投手とかね、うん、後ろが田淵しかいないから、あ、そうだ、そういったところで言うと、ね、リリーフでもハマるし、うん、ね、っていうところでは、うん、いいんちゃうかっていうね、はい、で東条、東条はね、サイドスロー、サイドスローリリーフ希少だからね、はい、そうですね、日本ハム、広島、阪神、うん、日本ハムに行って、はい、アンダースローを教えてもらって、アンダースローチャレンジって言って、はい、ちょっと鈴木もな、ね、今若干ちょっと落ちてきてるけども、うん、サイドでもしうまくいかなかったら、はい、最後ワンチャンアンダーって、うん、鈴木方式で、はい、立山さんのサイドですかね、うん、そうそうそう、でそこで教えてもらって、おいいね、いいね、いいね、あ、伸びる可能性ありますね、そう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 、そう、うん、リリーフでな、はい、であと広島、はい、広島もサイドのリリーフとかいないから、うん、そういったところではリリーフの集めするために、優勝を目指すために、はい、で阪神、阪神もサイドおらんやん、今ちょっとリリーフバタついてるしな、うん、ちょっとね、枚数欲しいですよね、うん、はい、いるに越したことないからな、うん、左、お、いいですね、左じゃない、サイド、はい、で続いて楽天、はい、湯気、うん、塩見、はい、と左、はい、ヤクルト2人ともヤクルト、やっぱだって塩見はもともとヤクルトドラフト行ってたからね、はい、あー、そうなんだ、そうそう、そっか、ゆうちゃん外して塩見外して山田哲人だよね、はい、確か、うん、でもやっぱ先発っていうところではいいですよね、ヤクルト、うん、でリリーフもやっぱりさっき言ったように左がいないから、はい、もうここら辺はね、フィットしやすいんちゃうかっていう、うん、あ、すごいフィットする気がする、うん、あとボギーはね、はい、DeNA か広島、 DeNA ですか、 DeNA は先生の情報で、うんうん、やっぱ宮崎がいなくなったら困るっていう、だから今宮崎も出たり出なかったりするからな、そうですね、強打を回したりしてる、はい、でサード林とか名前だったら、うん、だからそうバチッといないから、そうですね、で茂木がね行けばバックアップメンバーも、何かあった時のバックアップメンバーショートもサードも、うん、できるから、うん、そういったところでは茂木がいいんちゃうかっていう、うん、まあ、高校もね横浜の方でしたしね、うんうん、で楠本がもしなライトで出てたら代打もいけるしね、茂木もね、そうですね、うん、
であとね広島、はい、広島もあの、まあ、デビッドソン出てるけどいない時、うん、サード田中康介ショート小園とか出てたから、はい、でそこで茂木、まあ、が入れればっていう、うん、でもし松山がファーストで出たら代打が薄くなるから茂木、はい、代打っていうところもあるから、うん、で最近ちょっと怪我人も多くなってきてるから、うん、ワンチャン茂木もや広島、はい、面白いんちゃうかっていうパンチ力もありますからね、うん、で田中克樹、はい、阪神かスイッチだからね。はい、それ落ちです。まあ、近本も若干今怪我していないから、はい、まあ、もうすぐ戻ってくるだろうけどね。足もあるし、守備もいいですよ、うん、で、代打もあるしな、ね、代打のちょっと成績で阪神悪いしな。だから、ヨワンちゃん、田中克樹いいんちゃうかっていう話、はい、楽天でもね、出てはいるんですけどね、うんうん、で、続いて、はい、西武、はい、田村、うん、巨人、ソフトバンク。おー、ソフトバンクも燃えねるな、怪我していなくなるし、ちょっとリリーフを厚くしたいっていうところと、うん、巨人もさらにね、リリーフ投手陣もうバンバン使いまくってるから、うん、数絶対いた方がいいからね、うん、次浜谷、はい、左ここもソフトバンク一緒一緒これあの鹿児島出身だから、はい、あ 九州もう九州だから、はい、左もそんな、ね、バンバンいるわけじゃないし、はい、いいんちゃうかっていう、うんうん、でね川越、はい、川越はね中日がフィットするんちゃうかと思ってね。ああそうですか、うん、やっぱ中日がいい感じでやっぱ長打力ある左がいないから、うんうん、まあ、こうチョコマカはいるけど、はい、代打で一発でね、うん、ウサビとか福田で代打良くなってるけどやっぱ長打力のある左が外野でいないから、うん、俺は川越はねやっぱ中日が一番フィットすると思う。すごい言い切りますね、うんうん、中日以外ないと思う。あそうですか、うんうん、言った方がいいと思う。言った方がいいもうこれ前の動画で、うん、今オールスターブレイクですけどって言ってますからね。言ってた妄想の世界だからこれそうですね、妄想の世界だから中日にフィットしそうですね、うん、まあでも頑張ってほしいよね。そうですね、うん、このチャンスをね、はい、ポジティブに変えてね、うん、で次ウーネンティ、はい、なぜかね、うん、ウーネンティだけがあのひらがなとカタカナで書かれてんだけどウーネンまでひらがなでティンだけカタカナで何やねんウーネンティンって何やねんバレンティみたいに活躍してほしいって思いからティンを。あ、そうなの、はい、でもウーネンティはね移籍先で広島まず。おー、まあ、ファースト、サード、まあ、セカンドも守れるし、はい、でまあ、代打もあるし、うん、っていったところでは俺はもうピッとめっちゃします、うん、あとね、日本ハム。あ、日本ハムもファースト、サード、はい、もうセカンド守れるから、うん、もうチャンスあったら結構いいと思う。良さそうですね、育成にワンボールあるからね。あ、そう話もあるし、うんうん、で、DeNA、はい、DeNA もファースト、サード、セカンド守れて、うん、だそこの宮崎の後がまだったりとか、うん、代打もいけるから、はい、この3チームいいよな。フィットするとこ結構ありそうですね。あるある、結構あると思うよ、うん、正直ね、はい、あのソフトバンクでも俺面白いんちゃうかと思うよね。あ、うん、サードファーストセカンド守れるって結構な、うん、でかいよね。そうですね、うん、セカンドもできる、うん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 、オリックス、はい、吉田亮、はい、楽天。お、楽天やっぱリリーフが、まあそうなんですよね、うん、まあ、やっぱりやっぱちょっと投手陣は楽天が多くなってくるんだけど、うん、でも全員動けないからね、はい、これ楽天って言ったら全員言ってたらとんでもないことだねピッチャーみんなね、うん、はい、続いてでウルシャラ、はい、これで広島、うん、まあ、パワーピッチャー島内とかね、はい、まあ、栗林も良くなってきたし、はい、で、あの矢崎ね、うん、で、ターリー、うん、で、まあ、大道、はい、うん、もう良くなってきたけども誰か一人かけても困るからね、うん、で、近藤、うん、大輔、阪神、阪神、まあ、大阪横だから、でパナソニックも吹田で大阪だから、はい、もう近畿で頑張ってもいい、関西地区での移動で、そう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 、はい、でリリーフもね、うん、集めました方がいいしね、うん、やっぱり昨年の浜地、湯浅、はい、岩崎、うん、ちょっと欠けてるからな、そう、はい、バランスがね、うん、であと、ね、山足、はい、山足は、ね、西武か、うん、まあ、西武、まあ羊羹も行ったけど、うん、なかなか羊羹もね一軍上がってけへんしな、はい、いうところでは、まあ、山足もね2軍ではしっかり打率残してるから1軍でっていうところと、あとはロッテ、ロッテですか、まあ、大下がいい感じで今2軍行っちゃったけど、はい、いい感じで来てて、うん、で右のパンチ力あって内野を複数守れるっていうところではね、うん、フィットしやすいから、ね、はい、いいんちゃうかっていう、ね、おー、でソフトバンク、はい、古川、楽天え、戻ってくる感じですか。だから出世後的な、わあ、3球団経て楽天にまた戻ってくる、いいじゃん、うん、だからどんどんレンタル席みたいな感じで出世して力つけて最後は戻ってきた、うん、あ、でも今ね、いい年齢にもなってきて、うん、そう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 、うん、良さそうですよね、うんうん、で、高橋で、はい、阪神、アンダースローね、はい、しかも前も後ろもできるしね、うんうん、大竹だってな、はい、阪神ってギュッていきなり来てるからね、そうですね、うんうん、正直、はい、あとリチャード、はい、リチャード楽天、お、あ、でも確かに、うん、
そういう系譜ちょっと欲しい気がしますね。あとリップハム、うん、やっぱこう伸び伸びとあ合いそうですね。起きていこうみたいな感じで、うん、合いそうやリチャード、うん、リップハムなんかこうちょっと万波選手とかああいうとことすごいいい雰囲気でね、うん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 、切磋琢磨しそうな気がしますよ、うんうんうん、いい感じでな、うん、サード欲しいですよジェームズ、うんうんうん、そうですね、うん、もしくは DeNA いいと思いますけどね。ポテンシャルめちゃめちゃありますもんね。二冠王やしな、うんうん、でもチャンスあるよね。ありますあります、うん。さあということでですね、日本ハムとヤクルトまだ取ってなかったというところでですね、今日佐々木がしっかり取ってお伝えします。まあ、日本ハムね、清水選手はですね、まあ、打てるキャッチャーっていうところで、現在バッティングっていうところをメインところに、まあ、ちょっと苦労してるかなっていうところではロッテなんてどうでしょうかね。まあ、加藤選手をね、無保証でね、トレードでドラゴンズに行ったっていうところで、まず頭数がね、ロッテのキャッチャー陣少ないっていうところもあるんで、しかも打てるっていうね、右でっていうと、なかなか今ロッテの捕手陣もね、打てないんでね、そう考えるとみると清水選手のね、バッティングっていうところではロッテでは行かせるんですが、数もね、ちょっと足りないっていうところでは清水選手、ロッテ、どうでしょうか。ね。続きまして、立野選手。まあ、先発でもリリーフでもできるっていうね。まあ、今一軍に上がってるんでね。使うんだったらね、日本ハムでいた方がね、絶対いいと思いますけども。もし使わないんであったらね、このチームどうでしょうかっていうところではですね。まあ、まずはやっぱりね、ロッテ。ね。西村選手もね、日本ハムからロッテに移籍して、めちゃくちゃいい感じになったんで。まあ、佐々木朗希選手もいなくなってね、ちょっとリリーフもバタついてるっていうところと、あとリリーフ結構使うんでね、休み使うっていうところではやっぱ数もいるんで、そこにね、立野選手っていうのはね、ぜひどうかなっていうところと、まあ、もう一つのね、球団で言うとするならば、まあ、そうですね、楽天なんかね、どうでしょうか、先発をしろっていうところでね、右。ね、最近ね、若手の、ルーキーね、渡辺選手、鈴木空選手とかもね、いろいろ頑張ってますけどもね、まあ、頭数っていうところでは、立野選手楽天っていうところもね、面白いんじゃないでしょうか。皆さんどうですか、ね。ついでヤクルト。ね、ヤクルトをまだ出してなかったんで、ここに来てね。まずはですね、ピッチャーで言うと、原樹里ね。原樹里投手ね。まあ今、2軍で今年1軍まだ登板ないですけども、まあ先発もできてっていうところで言うと、いい感じで言うと、まあ、ソフトバンクなんかね、どうでしょうか。ピリッとね、するところで一発っていうところではね、ソフトバンクも、面白いと思いますし、日本ハムなんかもね、面白いんじゃないのかなっていうところはね、原樹里選手。思いますけどね、いかがでしょうか。そして続いてキャッチャー松本選手ね、松本打てこちらも打てる捕手っていうところではソフトバンクどうでしょうかね。松本選手ね、やっぱ今ねソフトバンクもね、まあ下位がスタメンから外れたりっていうところでなかなかね、うまく回ってないっていうね、 FA できた南井選手もうまく回ってないね、他の海野選手など含めてちょっと打つ方にもなかなかっていうところでは若い松本選手ね、打つのもあるしね、キャッチャーっていうところでもソフトバンク結構フィットしてね、松本選手のソフトバンクはいいんじゃないかなと思いますよね。さあ続いて大下選手。大下選手はね、広島どうでしょうか。広島出身っていうところもあるし、カープね、サイドスロー、リリーフも含めて右のサイドスローってあんまりいないような気がするんでね、ここら辺ね、いい形でフィットしていくんちゃうかっていうところで、やっぱここからね、優勝に向けて一気に行かなきゃいけないっていうところではね、大下選手ね、これどうでしょうかね、補強っていうところではね、トレードに出してあげた方がいいっていうところではね、どうでしょうか。そして、続いてもう一人がね、太田選手ね、内外野 UTT 差もあってね、左っていうところでね、いい形の活躍できるっていうところで言うと、オリックスどうでしょうか。オリックスいいような気がするんだよね。左でいろんなとこも守れて、外野を守れてっていうところでは、いい形の出番っていうところがね、ひょっとしたらあるんじゃないのかっていうところで、太田選手のオリックスはね、結構、フィットストーといいかなっていうところもあるし、広島どうでしょうか。広島もいいんちゃうかっていうね。結構今菊池選手もねバタバタしてるし、西川選手も今いないっていうところで、左で結構高打率2軍では残してるんでね、1軍でパッとなっててね、思い切ってっていうところではね、どうでしょうかね。佐々木がちょっとねヤクルト日本ハム戦ね取れてなかったんで、今日ねどこのね、皆さんもぜひね、この選手このチームがフィットしやすいんじゃないのかなと、うちのチームに欲しいなっていうね意見もあったらぜひぜひお寄せください。さあということで14回回ったけど、はい、じゃあどこと誰を変えるかやろ。はい、なんかこううまくフィットするところ、うまくフィットするところあるかな、探しましょうよ。うん、どこやろな。うん、あ、ある見つけた。楽天からいいですか。うん、森選手と、うん、DeNA 京山選手いいんじゃない。お、いいじゃん、いいで。じゃあそこだね、そこ完成だね。もういけます、いきますよ。うん、うんうん、じゃあそこだね、まず、はい、だこれで当たってるとこだね。うん、あ西武田村と
巨人松原。ああ、いいんじゃないですか。ね、ロッテ井上と DeNA 知能。ああ、なんかちょっとタイプ的にはあれですけど。いいけどね。でも環境を変えたら2人とも良くなるっていうのありそう。ロッテ井上と広島ヤブタ。ああ、それもありですね。ね。DeNA 田中俊太と巨人松原。糸原対高橋でソフトバンク、もしくは秋山と高橋で、うーん、お、いいんちゃう、秋山と高橋でいいんちゃう、ソフトバンクと阪神で、秋山と楽天田中和樹っていうのもすごい、結構ビッグなトレードに、こんな感じかな。あ、そんな感じですね。マッチしてんのはね、はい、勝手にね、うん、勝手にトレードしちゃったっけ、ね、はい、勝手にトレード行っただけでパラレルワールドで、この中でね、うん、会うとこどうしてみたいなね、うん、感じで言うとね、はい、まあ、ということでね、うん、まあ、14回ね、はい、まあ、妄想話ですけどね、はい、終わりましたけどもね、うん、まあ、どこがまだ期間ねあるからね、うん、ここからまたあと 1,2 件ぐらいひょっとしてあるかもわかんないからね、はい、で今出してた選手って正人さんがもっともっと活躍できる可能性があるよっていうすごく期待をかけてる選手っていうことですからね。そうそう、使えばいいんじゃないのって言ってる人だから、チームで、うん、だから福田とかは使ってんだったらじゃあいいかってなっちゃう、うんうん、あとでも昨年もシーズンオフにあるっていう例もあったからね。あ、そうですね。あ、そう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 、うん、現役ドラフトに乗るパターンもあるからね。そうなんですよ。 ありますね、うん、どうなるか分かんないです。分かんない、はい、うん、しかもその挙げた選手がね、はい、今やだって大竹と細川でオールスター出てんだから。上げてるメンバーがだよ、うん、トレードに出してあげた方がいい選手って言って、うん、オールスターで出るんだよ、はい、だから今度からもね、またオールスターに出る選手が出てくるかも分かんないですけどね。細川選手ね、ホームランダービーもね、そうですよ、なんかよかった、あれね、すごかったしな、うん、ね、はい、さあということでね、うん、全シリーズ終わりです、はい、はい、それではまた新しいシリーズでお会いしましょう、はい、はい。